株式会社 NHK プラネットはかつて存在した日本放送協会グループの放送番組制作会社 NPN と略されることがある。地域情報番組の制作、地域放送局のイベント支援を専門としていた NHK の各地域放送局から番組制作業務を受託していた。元は各地域ごとに作られた番組制作会社6社である。 しかし、NHK の経営改革の一環として、関連会社の整理、統合が求められたことから、その一環として、地域情報番組を担っていたこれら6社を2008年4月1日に、統合して発足した。旧6社の本社は、地域支社と近畿総支社管轄の四国支社に分けられており、通常は、社名の後に支社名を付けたものが放送における、クレジットなどで使われている。 なお、統合前は6社それぞれに NHK と関連会社のほかに各地域の自治体と企業が出資をしており、統合後も株主になお連ねていた時期があった。NHK では経営改革の一環として、さらに業務分野ごとに関連会社を整理することを求められている。これに伴い、2020年4月1日に NHK グループの番組制作会社で、 コンテンツビジネス全般も担当している NHK エンタープライズに吸収合併された。これまで行っていた事業は NHK エンタープライズの地域支社として継続する。NHK グループの番組制作会社は他に報道番組やスポーツ番組を中心とする NHK グローバルメディアサービスと教育番組を専門とする NHK エデュケーショナル等がある。 各死者が制作するものも含む、ありがとうございます。